皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、比例と反比例の4回目、今回は座標についてお話します。座標って簡単に言うと平面上の位置の表し方なんですよね。動画では前半にまず座標ってどういうものか、後半には座標を読む練習、それから座標をもとにしてその位置を点で表す練習、これをやっていきます。どんな風にじゃあ位置を表すのか、図のようにこれですね、このように垂直に交わる2本の数直線を考えます。2本というのはこの太い線2本です。この横の線のこと、この数直線をX 軸って言って、今度は縦の線のこと、この線のことですね、この太い線のこと、これを Y 軸、このように呼びます。そして両方合わせてこれ座標軸と言います。これは名前なので覚えてくださいね。座標軸っていうんです、この2つの、ね、軸、 X 軸と Y 軸の2つの軸で、X 軸では右向き、これが正の向きです。つまり右に行けば行くほどこれ数字は大きくなるんですね。 Y 軸では上向きが正の向き、つまり上に行けば行くほど数は大きくなる、こういうことです。そしてこの2つの軸、 X 軸と Y 軸、この座標軸が交わる点、数字で言ったら0のところの点ですね。この点を原点と言います。そしてこの表の中に点 A というのが書いてありますよね。点 A、 この点 A から X 軸の方向に垂直に、Y 軸の方向に垂直に線を伸ばしてみます。こういうふうに線を伸ばしていくと X の方は3ですよね。そして Y の方は Y 軸のところで2とぶつかるので Y は2、ね、このようになりますよね。この X イコール3の3のことを A の X 座標と言います。そして2のことを A の Y 座標と言います。そして点 A の位置をね、括弧して X は3ですから3、そしてコンマ2、括弧閉じてね、3カンマ2、こんな風に表します。この表し方、これが A の位置を表す座標っていうんですよね。ではもう一つね、図の中に点を取ってみましょう。じゃあこの辺りに点を取りましょうか。これ点 B とします。 B 点ね、 X の方向に垂直に行くと4のところで X 軸に交わりますよね。 B 点から Y 軸の方向に行くとマイナス4のところで Y 軸と交わりました。ですから B の座標は X が4で Y がマイナス4ということなので、4コンママイナス4ね、 B の座標は4コンママイナス4、こんな風に表します。では次は練習問題やっていきます。では練習をやっていきます。1、A から E の座標を答えましょう、こういう問題ですね。点 A というのはここですね。この A 点から X 軸に向かって垂直に降りていくと X の4のところでこの線ぶつかりますよね。ですから A の X 座標は4、 Y の方に向かって垂直に降りていくと Y の3のところでね、Y 軸とぶつかりました。ですから A 点の Y 座標は3ということです。つまり
X 座標が4、Y 座標が3なので、4コンマ3というのが A の座標ということです。次は B 点です。B 点ここにあります。X 軸にまっすぐ垂直に降りていくと、マイナス2。ここで X 軸と交わりました。同じように Y 軸に向かって垂直に行くと、4のところで Y 軸とぶつかりました。ですから B 点の X 座標はマイナス2、そして B 点の Y 座標は4ということで、 B 点の座標マイナス2コンマ4、こうなります。必ず X 座標 Y 座標の順番で書いてください。次は C 点です。 C 点ここですね。 C 点の X 座標は B 点と同じです。マイナス2ですね。そして Y 座標、 Y 軸の方に垂直に向かっていくとマイナス2で Y 軸とぶつかりましたから、 C 点の Y 座標はマイナス2。書く順番は X 座標 Y 座標ですね。マイナス2コンママイナス2、どちらもマイナス2でしたね。マイナス2コンママイナス2というのが C 点の座標。 D 点です。 D 点はY 軸上にありますよね。 Y 軸上にある D 点、これですね、これ X 軸に向かっていくと、これ0のところですから X 座標は0と。実は Y 軸というのは全て X 座標は0の点が詰まっているということです。それから Y 座標はもう Y 軸の上に乗っていますから、そのまま読みます。マイナス3ですね。 X 座標0、Y 座標をマイナス3ということなので、0マイナス3というのが D の座標、こうなります。 E 点はどうでしょう。 E 点 X 軸に向かって垂直に行くと X 座標は3ですね。 Y 軸の方に垂直に向かっていくと Y 座標はマイナス4ということで、 X 座標3、 Y 座標マイナス4、こうなってE の座標3コンママイナス4と、こうなります。2番です。次はグラフ上に P から点の位置を示しましょうと、ね、この点を示しましょうという問題です。 P 点座標は2、3となっています。2というのは X 座標です。 X が2というのはここですよね。実はこの Y 軸と平行な線ね、X の2の座標を通って Y 軸と平行の線、この線は全て X 座標が2の線なんですね。そして Y 座標が3、 Y 座標が3というのはここですね。つまりこの線全て Y 座標が3、この線は全て X 座標が2ということなので、この2つの線で交わったこの点、これが P 点ということになります。ね、P から X の方に向かっていくと2になるでしょ。 P から Y の方に向かっていくと3でぶつかりますよね、 Y 軸と。ですから2、3という点はここ、 P はここということです。 Q、 これは X 座標マイナス4、 Y 座標は2です。 X のマイナス4っていうのはここですよね。つまりここの線すべて X 座標マイナス4を表している線、それからY 座標が2というのは Y 座標が2、ここですよね。この線は全て Y の2の線ですから、この2つの線が交わったここの点、ね、これが Q 点、ね、この点が Q 点ということになります。 R はマイナス2、マイナス5です。 X のマイナス2というのはここですよね。ですからこれが x-2 の線、それから、y 座標 -5 ですから y 座標の -5 の線、ここですね。-2 の線と -5 の線がぶつかっているこの点、これが r か、 r の線ということになります。次は s です。 s は30ですね。X が3というのは、この線ですね。 X が3というのはここですから、この線は全て X が3、そして
Y 座標は0ですよね。 Y 座標は0、0というのは X 軸のことですから、この X 軸上の3という点、これが S ということになります。さあ最後は T です。 T は 5-2 という座標です。 5-2、 X の座標が5というのはここですよね。ですから5を表している X が5の線というのはここになります。この線上すべて X が5です。そして Y は -2、 Y の -2 はここですよね。つまりこの線すべて、Y の座標 -2、 この2つがぶつかっている 5-2 というのはここです。ここが T ということになります。ちょっと見にくくなっちゃったんでごめんなさいね。このようにもう一度確認すると、 P 点はここ、 Q 点はここと、 R はここだと、ね、それから S が30でここで、 T が 5-2 と、 5-2 というのはここだと、このようになります。今回は座標についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。